めっちゃ天気これだよな、やっぱ海外はこの、ね、やっぱ曇ってだよね。この感じだよ、ね、昨日はひどかったね。教えてくれます。この天気の良さだよね。おお、すごい出た。うわははってなるからね。何これ何これ何これ、え、かわいいやつある。待って待って、ゴルフあるじゃん、パターゴルフあるじゃん。どこにどこに穴があるの。しかもちょっとアイアンで俺らを遊ばせようとしてガチボール、あ、ゴムボール、ゴムボールでしょ。あ、ガチボール、だからこうやって立ってもいいよ。さあ、昨日よりは天気いいね。いや、いい、めっちゃいい。お前、終点見えるぞ、高間さん。あの、昨日言ってたあの道路の終点があるの。いや、マジでさ、ヤバくない。何見える。あの道路の終点があるところ、その、あの先曲がってるでしょ、そっちにこう、ん、見たらいい。もう、この道路、長すぎるやろ。やってるかい。あら、あら、すごいよ。え、うぅ、今日合成じゃん。もう全部使っちゃおう。え、てかさ、昨日買った主力、今日全部消費してない。うん、明日からウーバー生活。マジか。まあでも、スーパー行ったのは正解だったよね、でも。わーお、朝ごはんはさ、やっぱりいるもんね。わー、あ、ちょっと待って、うん、ステーキの付け合わせの玉ねぎ、ちょっと待って、玉ねぎ切る、玉ねぎも焼かないと。ちょっと待って、俺切るわ。え、これさ、うん、あれ何、どういう玉ねぎを作りたかったの。俺、海外の玉ねぎ、え、なんかす、あ、いや、大丈夫だ。バーベキューの、え、それバーベキューっぽいやつにするんだったらこうで輪切りにしないと。え、こっちなの？そっち。リングじゃない？そう。あ、こっちか。俺ね、ああできるよ。え、こっち？かしら。あ、いや、合ってる合ってる。どういう切り方をやりたいか。なんかそのサラダじゃないけど、その、焼肉に入れるような。わかだったらしたいんだけど。半わっかは横。そう。違くない？いや、これで合ってるよ。なんか、これでしょ？あ、そうだね。なんか、あれだよね。え、それをやるんだったら横じゃね？元気ないよね。それ横じゃね？元気ないよね。いや、絶対こっちだよ、玉ねぎは。いや、これで合ってる。どうだよ。いや、横もあるよ、全然。殺すぞ。これだとみじん切りになっちゃうよ。うまいのかな、これは。いや、知らん。一個食っていい？いいよ、いいよ。味付けは？あと味見。塩、コショウいる？これってあるでしょ、確か。結構ない。お前、好きなように玉ねぎ調理したいなら、使っていいよ、これ。ちょっとね、え、これにさらにかける？なんか。バーベキューソース、これあるよ。うん、まあちょっとこれだけで味は薄いな。あ、塩こしあるよ。こんなもんでしょ。これいける？うまそうな肉ですよ。えぐ、うぃー、美味しそう。こんぐらい？こんぐらいだよ。ここが楽やん。絶対にうまいじゃん、それ。でもさ、玉ねぎやっぱ正解だったよ。玉ねぎうまそうだよ。ちょっと深いな。お前、やばい。いや、俺、お前の今殺したいな、もう。うざすぎる。でかい、うざすぎる。あのことやめたい。匂いする前にイラッとした。はい。武器2日目、終わりましたと。まあ、ご飯も食ってね。今から、寝ます。また明日。ブートキャンプ Day 3。 今日は天気がすっごい。今日は後半からです。いや、あそこマジよ、これ、あのソファ、あそこで寝よ。よいしょ、グモニー、レッツゴー、レッツゴー。はい、3日目終わってもうすごく来ました。で、買い物終わりました。今日の Vlog？ 今日の買い物です。これで190ドル。安くない？こんにちはやめて。こんにちは。で、なんかふとした景色がアメリカだ。はい、会計終了。なんか綺麗。190ドル。みんな Vlog 撮ってないから俺だけ撮らない。なんか綺麗じゃない？
すごい雰囲気。まあ、帰るか。シェ、デイスフリー。コストコに行ってきまして、全部いけるか。プルコギが買ってきました。焼くだけのプルコギ。多分ヒートで焼けるけど、俺らは分かんないから。いや、もういいよ。これがアメリカンスタイルだっつって。多くない？多分間違ってる。ちょっと待って、それ、いけるそれ。でもさ、オーブンで焼くってさ、一緒じゃん。だって、やってることは。一番強いパイにしよう。すっごい多いの分かるかな、これ。あのね、このフライパンそんな浅くないんだ。伝わるかな。この、なんか、うん、熱い。よし、待とう。押せるよ。あ、ちょっと待って、多いよ、じゃあ飲んでみよう。多いお茶だ。プルコギって何の肉だっけ？牛でしょ。牛だよ。いや、どうだ？分からん。これプルコギビーフだ。まあ、そもそもね、多いお茶あんま美味しくないよ。まあ、多いお茶か。うん、ちょっと違うけど、まあ、多いお茶だと思う。え、普通の多いお茶だな。はい、多いお茶。ちょっと違う、でも。ちょっと薄い。確かにちょっと薄いわ。ちょっとなんかね、違うんだけど、ね、でも美味しい。ちょっと薄いな。いや、水っぽくない？もっと苦いよね、多いお茶みたいな。うん、もな水っぽい。100% ジャパニーズって書いてある。好きなわけ。日本の葉っぱで。100% ジャパニーズが違うって言ってた。それは嘘なんだね、たぶん。え、水っぽいって言われたら確かに水っぽいかも、ちょっと。いや、薄いよね。ちょっと、うん、あの後味が苦くない、あんまり。水っぽい。多いお茶って後味苦い。後味苦い、確かに。それは分かる。もう俺がやったら出しっぱや。うまっ。別にいいだろ、出しっぱは。今から冷やせよ。冷たい飲み物しか好きじゃねえんだよ。氷あったじゃん。やっぱコストコのホットドッグが一番うめえな、これ。たくさん食えば。それさ、一向に火が通ってるように感じないんだけど、それは。火が通ってるから、こう。大丈夫なのか、それ。大丈夫に決まってんだろ、お前。これ火通った後じゃないの、これ。レイドのあとじゃね、これ食ったら死ぬ。これ出来上がりました。死ぬぞ、お前食ったら。これ出来上がってないの。これな、何？これ生肉ではあんの？これは。生肉。味付き生肉。うん、え、でも茶色いよ、肉。それは、あの、味が染みすぎてるから。なるほどね。じゃあもう、これ出来上がってない。え、じゃあもう分かんないじゃん、出来上がって。色が、色が違うの。いや、だからもう出来てるよ、色は。出来てないって。もう黙ってどけよ、お前。じゃあ食えよ。座っとけ、バカ。それ食えよ、早く。味見してチェック。よかったよ。あ、食ったのもう一口食った。わさびマグロね。わさび感はめっちゃ少ない。わさび漬けマグロね。わさび感は全然ないけど、マグロは普通にうめえ。何でもいいよ。何でもいいよ、それ俺が食ったけど。わさび感ないんだ。全然ない。うん、わさび感は少ない。どっかにわさびがあるのかもしれない。固まってる？ダマで。お前箸使うの下手。いや、ちょっと取りながらだから。キムチもあるよ。キムチも食べてね。普通にうまい、マグロとして。どうだ？わさび感もないね。マグロとしてもうまいか、これは。ええー、マグロとしてもうまいよ。どうだ、これアメリカで食えるんだぞ。さ、キムチ。キムチ結構酸っぱめのキムチ。なるほど。なんか辛くない。でも韓国の焼肉屋行ったら100キムチ頼むけど。いや、わかる。あ、待って、俺好きだわ、これ。いいよね、なんか多分韓国のこっちじゃない、逆に。焼肉屋のキムチだ。焼かねこのキムチ。いい焼肉屋、あれあれあれ、それはキムチ焼くのもね。鶏肉切ってさ、炒める。鶏キムしようぜ。あ、いい、あ、いいね。それいいよ。あの、ささみね、ささみ。キムチ焼くやつ、バカな、普通。いや、キムチ焼くやつ、本番焼くんだよ。お前、韓国行ったことねえだろ。バカな。うめえな、何人だよ。キムチは焼かねえだろ。プルコギ。マジうまい。完成。え、バカうまい、マジ。マジで、え、な、いや、食いな、マジで。牛丼のあれだね。でも、牛丼のもっと味濃いな、みたいな。それはうまいのか。できたぞ。うい。俺、このマグロちょっとよくわかんなかったな。うい。佐藤のご飯。まあ、いいか。でも、これ、ご飯もだったら革命だよな。白ライスもだったら。もう普通にコストコだけでいいもんね、これからは。安いのにね。確かにね、コストコいいね。ごめん、別にそんなに悪くなる。よいしょ、いただきます。誰か食べた？まだ食べる。ちょっとやめるか、さすがに。
生卵はもうきついでしょ、さすがに。絶対ダメなんでしょ。あ、絶対ダメなんでしょ。いや、絶対ダメじゃないよ。うまい。さっき、これで役目が。まあ、行くならアツシじゃない。それさ、クソうまくない。マジで。お前、佐藤のご飯にオンザライスよ。え、ほんとに。でその結構、あれは上がってるけどね。いや、ハードル上がってていいと思うよ。ハードル上がってるよ。だって、この作品が笑いしか出てこないんだよ。まあ、見た目はまあまあ普通の。ちょっと匂いがいいわ。この種類で米いけるもんだって。乗ってるのかな。いただきます。いただきます。無理に喋らなくていいと思う。ゆきおさん、キムチ回し。ゆきおさん、キムチ合う。キムチ、あ、絶対合うだろ。バカか。あいつはなんでこれ買わねえんだ、みんな。これ食ったやつ全員バカだよ、たぶん。ウーバーしてるさ、あれホテル組とかよりも俺ら多分安くていい飯食ってるよ。圧倒的にね。本当にそう。でしかもさ、あいつら2人一部屋だろ。俺ら1人一部屋でしょ。しかもどでかい。どでかい。どでかい。これうまいよね。うまっ。このライスもね、うまい。全然白米だよね。うん。え、ちょ、マジ？え、全部正解じゃん。大正解じゃん。今回全部正解じゃない。え、俺らさ、リドルにも優しいしさ、うん、自分でも正解してるしさ、正解じゃん俺ら今のところ。100点だよ。生活は。ちょっと、あ、なんかアルコールなかったか。これビール飲みたい。飲みたいね。これビール飲みたいね。なんかマグロうまいな。あ、待って、バカうめえじゃん。え？これ向井食べなくて大丈夫？元気出る。向井買ってく？確かに。これでもう終わりだもんね、プロフィーに関しては。じゃあ、むーちゃんにクソうまいってこれあるから、食うから聞いてくるわ。あまりにもうまいって言っといて。さすがにでも、まあ、明日またこれ、レンチンで、さらに取ってからレンチンできるかな。うん、でも、ほぼなくない。あ、まだ、向かいをね。肉だけ。これね、やばいね。マジ牛丼だよ。うん。牛丼よりうまい。このプルコギがね、うますぎる。ここに1個ある。余ったやつ？ない。ないよ。なかったら、ここの。ちょっと待って、マジでうまいわ。うまいよな。え、やばくない？なんか点と点が全部線で繋がってる。今までのな。プルコギ、ご飯、キムチ、うん、食いたいもの、え、サーモン、全部合う。楽しみなのよ、こうなってきたら。サーモン、マジうまいぞ、あれ。持ったと。あー、やべ。うまかった。お前キモいな。なんでなんでなんで。いいじゃんマナー。なんか岡山を感じたわ。マナーいいじゃん。岡山のじじみを感じた。ちゃんとごちそうさんしてな。ごちそうさんしてな。お前たまにキモいの出るよ。マジでうまかった。ちょっと米うまいな。ね、これうまいね。ね、ちゃんと触ってよかったな。最後のね、最後の最後のやつじゃん。これうまいんだ。2つ買っといてよかった。うわ、茶色しかないわって言ってたね、最高の夕飯だ。